で言うと、まあ、伊藤博文ですよね。まあ、センサーと私は思ってるんですけど、あんまりこうやっちゃまずいかと、本当はこうやってセンサーと入れようかと思ったんですけど、まあ、伊藤博文がですね、まあ、明治29年にちょうど小田原にも小籠館ってあったんですよ。それは駅前の商船閣って旅館がありまして、その帰りになってもらって、この大磯を歩いたそうなんですよ。で、大磯がすごく気に入りまして、当時夫人梅子さんがですね、ちょっと体が弱いということで、こちら大磯がそういうのいいんじゃないかということで、こちらに移したわけなんですが、当時明治18年に松本潤さん、嵐の松本潤じゃないですよね。松本潤さんが、まあ、軍医総監で医者をやったんですね。それでイギリスの方に行ってまして、どっかやはりその西洋、海で西洋できるのがないかと、千葉プールとかいろいろこう探しまして、まあ、千葉とか、それから神奈川県、静岡で探してまして、ここが一番こういいってことで、松本潤さん、日本最初の海水浴場を作ったのだったんです。で明治20年に東海道線、今の東海道線ですね、もともとは大磯を泊まる予定なかったんですけども、伊藤博文とは皆さんの泊まるもので泊まるようになったと、まあ、松本潤も一応働きかけたということです。それでそれからこの別荘が始まったということですね。それで伊藤博文はこちらに作った明治29年ですけども、皆さんとはこれから見ていただくと分かるように、今あるのはもうほんの一部と言ってもいいか分からないです。それで今これからご覧になる建物の周りにぐるっとホールとかそういうのがありますけども、これは西武さんがその後買いまして、西武さんが一応これ使った時の建物なんです。ですから大磯町ですと、成人式とか、あと結婚式場とか、そういうので西武が運営してました。それで西武大正12の大震災では潰れてしまったんですが、そのあと日本と朝鮮との関係、まあ、国際関係で朝鮮の李鴻章の、役員の方をこちらの方に連れてして、その李銀さんという方がいるんですが、その方はまあ、今で言うと人質みたいですかね、こちらの方で伊藤博文が育てまして、すごく友好関係を結んだんですが、まあ、伊藤博文は明治42年にハルピンで殺されて暗殺されてますね。その後、まあ、李銀さん、李王朝に引き継がれたんですけども、その時李銀さんのお嫁さんになる人っていうのが、鍋島さんのお孫さんの雅子さんという方が一応この李銀さん、朝鮮のですね、王様の結婚なさいたんですね。で、鍋島直弘さんの子供は伊都子さんで、イタリアでまた伊都子さんの名前つけたんですが、そのお方が、お子さんの雅子さん、万の子って客ですが、その方と一応結婚されたと。その時ですね、この人が初めて結婚するんだっていうのは、新聞を見て初めて分かったと。そんなふうな、まあ、昔の世代の時ですね。それでまあ、いろいろとまあ生活などしまして、こう倒れたのも、その後ですけども、まあ、韓国やったりまして、施設系、鎧とかそういうところをですね、経営しまして、韓国の母と、そういうふうに言われてたりします。昔のこちらのですね、首相ではそうなんですよ。大体この和漢、かやぶきの和漢と、それから洋漢、こういうふうな作りができてます。それに沿って一応、各作ったやつですね、ここにありますですね、今も、タランチが高い、それが、ここにあるんですが、それから、ここに何回も住んでるんですが、そこでもあると見れるんですけど、廊下になって、例えば茅の山、これもついてる、そういう作りがほとんど、そこにあります、今の池田さんですけども、茅葺きの作りもやはり、
その筑前家ができて、今池田さんが作った、あの今店に作ったのルーツとかの料理っていうのね、それだけあの若くて喜びがあるということです。この、あのそろそろにやり、自分が作るんだけど、今残っているのは、そのビギニーさんが、あの前に壊れたあれを、まあ、材料を使いまして、あの作ったものがあります。で、そこら、足元を気をつけてください。書斎がありまして、反対側の方に今、こちらが今と客間ですね、食堂がありまして、それから寝室があって書斎があって、あとは向こうに和館というのが あります、うん、それはこれから説明いたしますけども、そういうところで一応あの再現する。それで、あの元々はこういう形になっているんですね、うん、あの洋館がありまして、普通に和館があったんですね。あと皆さん、試験堂などご存知ですか、あの4人の賢人を祀ってある塔が吉田邸にあるんですけども、あの それがですね、ちょっとこっちにあったんですね。それで、まあ、あの政府さんが引き継いだんですが、その後あの吉田茂さんが、うん、私大久保利通と吉田茂さんの奥さん由紀子さんという人と関係があるものですから、うん、ぜひそういう4人の賢人を祀ったあれを欲しいということで、あの今は吉田邸の方にあります、うん、4人の他にあとですね、あのあと3人含まれまして、伊藤博文さんと西安勤務さんと吉田さんが加わって試験堂に一応足つ験堂になっています。今度ぜひですね、あの吉田邸ガラスにご覧になってください。食堂には、まあ、こういう鳥とかですね、こういうステンドガラス、はい、すごく、これが一応洋館で、はい、これがあの客間で、これが洋あの食堂で、書斎で寝室の時になってまして、